こんにちは、ヨネです。今日はというか、これは実はもうかなり1ヶ月ぶりぐらいかな、もっと前かもしれないけど、動画を撮ってます。っていうのも先週末散歩がてら写真撮りつつ、あの動画も撮ったは撮ったんだけど、音声が入ってなくて放送しました。そして昨日一昨日ぐらいにこのちょっと映んないけど、あのルーターにヒートシンクを貼り付けるよっていう動画も撮るには撮ったんだけど、これも音声が撮れてなくてボツにしました。で、それがお散歩の方は 1DX Mark II に、DJI のフレキシブルマイクをつけたんだけど、ちゃんと刺さってなかったのかな。ボディに触るコンコンっていう音しか入ってなくて、でヒートシンクを貼り付けたよっていう動画を撮った時はこの M6 Mark II に、この1000円のピンマイク、これを挿して撮ったんだけど、こっちも音声が全く入ってなくて、ただサーっていうノイズというか何も入力されてないような映像だったんで、それもボツにしました。で、なんか撮りたいなと思って、で、今朝ちょっとぼーっとしてる時間があったんで、実はこのじゃん、買ってあったのに開けてなかったリングライトを今朝開けようと思って、まあこれ中身はこれちょっと見たんですけど、これ中身見たら、あ、これなんかいろいろ入ってるから動画にしてみようと思って、で今撮ってます。でちょっと中身の紹介っていうか、こんなのついてんのみたいな感じがしたんで、ちょっと開封っていうか中身紹介、まあ組み立てるとこもやりますけど、ちょっとやってみようと思います。はい、アングルを変えまして、これまずなんか同じの入ってんなって、3枚プレゼツと組み立て説明書なんですけど、いろんな言語で、絵は全部、イラストは全部同じなんで、何カ国語、3カ国語ぐらいで説明書。で、これ日本語説明書があったんで、これを見ていきます。で、これは置いといて、まずこれ、見たことあるなと思ったら、もう結構前、何年前だろう、2、3年前にダイソーでこういうリモコン、スマホの離れたところからシャッターを押すリモコンに似てるなと思ったら、やっぱりそうみたいで、まあ絵を見れば分かるように、このリングライト用の三脚がこの棒だけを外して、自撮り棒として使った時にこれでシャッターとか動画のスタートストップできるよっていうためについてるみたいですね。これ普通にリングライトだと思って買ったんで、おおってちょっと思いました。まあ、これが動画にしてみようって思ったきっかけですね。まあそれで、まああとはリングライトだろうっていう感じがするんですけど、あとはねクーポンが入ってたんですよ。これ
ちゃんと読んでないですけど、ラペルマイク 50% オフみたいなことですよね。で、それラペルマイク 50% オフで買えば、このリングライト持ち運べるバッグももらえるよみたいな感じだと思って、これはお得情報として、これからリングライト買う人はいいんじゃないかなと思いました。で、まあ、あとはもう、見た目に、この巾着は、もう足の部分ですよね。もうそれしかないから。青い箱はもうリングライトですもんね、中身は。で、これが、三脚ネジですね。で、これ、伸ばして、このジョイントが、スクリューロック式なのかな？つなぎ目がこうなってて、どうやらこう締める方向に回すとこうギュッと、この回転してるの分かるかな、締める方向に回すとロックされます。足はこう展開、はい、アングル戻しました。足、この展開。展開は、あんまり動きが良くないのかな。ぐっと。あ、これか。このロックレバー、緩めて、スッと。ここまで行きますかね。ここまで。どうなんだろう、これでいいような気がします、ね。まあ、この床に置いてギュッと押し付けて止まるところっていう感じにちょっと一旦しておきます。ちょっと暑いで、続きましてこの中身です。これがどうなってるんだろう。ここに三脚ネジ開いてて、ここにこれは、あ、コールドシューにつくような四角いプレートと、これ自由運台ですね。自由運台で、こういうもうほんとおもちゃみたいなノブがついてるネジ、それ これそんなに重くないんで、まあこういうこんぐらいの簡単なネジで止まるんでしょうっていう感じで、このシュープレートの部分をこう外してスタンドの足の方につけまして、このネジを緩めて自由運台のネジを締めて、これでもう、このね、スクリューロックが若干心配です。今も自然に落ちましたけど、結構ギュッて、さっきと角度違いますよね。さっきより締め込めた感じがしますけど、こういう感じで、今日は M6 Mark II、センサーサイズは APS-C で、キャノンの APS-C なんで 1.6 倍クロップです。で、4K29.72 だっけ。で、とってもクロップなしなんで 1.6 倍で、最初の、ご挨拶の部分はレンズの方で 50mm、 換算 80mm で、床っていうか俯瞰のアングルが、24mm だから換算いくつですか、まあいいんですけど、で、さっきのまたアングルをこの
アングル、この向きに戻したときが35ミリ。で換算で 1.6 倍すると638、6530、21だから56ミリとかそれぐらいで、今24ミリまで引いて、そうすると換算30ミリぐらいになります。あんまり換算っていう、換算っていうその焦点距離をそういうふうに考えながら写真撮ってたことがないので、ファインダー覗いて撮るってる人ってそうかなって思うんですけど、まあ、僕はそうだったんですけど、でこれ USB、これ電源コードが USB、 電源コードは USB になってて、で特にアダプター的なものはついてないです。なのでここ荒れ果てたとこ映ってないですね。このラブパワーの6チ刺さるアダプター、これの今この両端、USB 刺さってないところは使えなくなったポートです。2箇所使えなくなりました。でも 4つ生きてるんで、まあ普通に使ってます。でこれをUSB のポートに挿して、で電源オンで、これが色温度ですかね、オレンジっぽい、白っぽい、青っぽい、3種類ですかね。まあ一応これ今白っぽいのにしました。で光量が今ちょっとどこまで上がるのか分かんないですけど、連打して一番プラスに今しました。でマイナスを押していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、9段階ですかね。 9回押したから10段階かで光量が変わります。まあそういうものですね。で今このカメラの横にこのサイドバイサイドのテストをするときに皆さん使う水平に2台カメラを並べて、まあ三脚とかにマウントする用のプレートを使ってカメラの横にこんぐらいのアプチャー、皆さんおなじみの、僕はあれ持ってないですけど、あれみたいな照明が今横についてる状態で今撮ってます。でこのリングライトに変えてみましょうね。どうですかね、ちょっと露出が、はい、どうですかね。今横のちっちゃいライトを消してリングライトに変えてみました。このバックスペース時計のプレ文字盤に反射してるのは部屋の電気かな。文字盤に反射してたのは部屋の電気ですね。今ちょっと部屋の電気を消してみました。するとどうですかね、こっちの方が人だけ浮き上がった感じになるのかな。でまあとりあえずこれで続けていってみましょう。で付属品の続きなんですけど、まだありました。これはスマホのはめるフォルダーですかね。こういうこういう感じで、でここ付け根がネジになってて、ネジになってて自由運転みたい
角度を変えられます。でこっちはこのクリップみたいなバックルがついてて、こう開くようになってて、どんぐらいだろう、直径1センチぐらいの丸い穴が開いてるんで、どこにつけるかな、これこのリングライトの三脚のポールの一番細いところにつけて、携帯でこう撮影しながら、こうか撮影しながら、リングライトを使ったらいいじゃないっていうことなのかな。リングライトの中から携帯をで撮るんじゃなくて、リングライトを普通に照明としてカメラをポールにつけて撮るっていう使い方ですね。でそれとこれ普通の自由運動っぽくないですか、こういうネジがついてて、で三脚穴、こっちも三脚ネジついてて、さっきと別のまたスマホホルダーまた付属してて、これもこういうこうホルダーつけて、でこれここに三脚ネジがついてるんで、こうしてこうして、ここをこのスタンドの三脚ネジにつけて、このリングライトの内側コールドシュー、このこれが入るスリットがついてるんで、これをここにスッと入れてでこの携帯をつけた、この携帯をつけた自由運台をこうでこうつければ、この携帯での自撮りにもこのリングライトが使えるよっていう、そういうものですね。これさっきのこのリモコン、これと合わせて携帯でこの携帯での撮影に最適みたいな、そういうものみたいですね。でもう一個ついてるのが三脚の足だけで、ここ三脚ネジ、このリングライト の補強付きの足が今しっかりしたのついてますけど、これをつけちゃえば普通に三脚になるんですけど、このスマホのためにこの足の長さちょっと大げさじゃないですか。これ多分スマホ用じゃなくて、こっちのリングライトについてる自由運台をここに乗せて、多分こうやって使うもんですね。大きい三脚だと一番低くして45センチだけど、こっちの足をつければ床から15センチぐらいの低い位置に、卓上で物撮りとかするときはこのこうしてこう下に向けられるから、これで物撮りいけんじゃないですか、こういう感じで。そういうものだと思います。正面向けてね、ローアングルからこう煽りでこう下、でも下から照明もありですかね、下から照明こんな感じ。普通下から照明やらないですけどね、あの影の入り方が怖くなっちゃうんで、はい、リングライトの紹介動画、この誰得紹介動画、まあ僕が編集作業を久々にやりたいなと思って撮ってるだけなんで、あの役に立ったって言ってもらえれば嬉しいですし、
別にって思っても当然だし、まあそういうそれでいいんです。僕がやりたくてやってるだけですからね。ちなみにまたあのカメラのレンズの方にリングライト戻しましたけど、今日使ってる、今日はあのピンマイクついてるんですけど、これです。出るかな。これ結構前に買ったんですけど、 2.4G トランスミッターワイヤレスマイクロフォンって書いてあるんで、2.4G っていうことは Wi-Fi? Bluetooth? まあ要はワイヤレスマイクですよね。これ ミニ違う、マイクロ USB で充電するやつなんで、いつだか Amazon で見たとき売り切れになったりまた在庫復活してたりしたんで、今でも買えるかはちょっと分かんないんですけど、確か4000円ぐらい、5000円はしなかったかなっていう感じのマイクで撮ってます。そんなもんかな。